風の中のメス K は、小津安二郎監督による1948年制作の日本映画。制作は松竹大船撮影所。タイトルの K の字が、機種依存文字にあたるため、資料によっては、風の中の品形、風の中のメス取りなどと表記している例もある。太平洋戦争後の東京を舞台に、 夫の福音を待つ妻が生活に困窮し、子供が病気をしたことで金のために一度だけ売春をしたことから、戻ってきた夫のみならず妻自身も苦しむという物語である。1948年5月から9月にかけて撮影された。小津は前作、長屋新四六の後、奈良を舞台にした。月は昇りぬを準備中であったが、起用を予定していた。 高峰秀子をキャスティングできず、企画自体が頓挫した。このため代わりの企画を用意することになり、脚本の斉藤良介が考えていたアイディアをいくつか、提示した中からオズが選んだのがこの話であった。本作が作られた1948年は、戦争で捕虜になっていた兵士は徐々に復員していたが、シベリアでは何年も抑留されたままの人々も未だ多かった。 また、当時の日本にはまだ国民皆保険の制度がなく、日本で待つ家族は大変な苦労をしていた時代であった。本作は、このような当時の世相を背景にしており、オズの作品の中では、特に過酷な現実を直視した一作である。このため、夫に突き飛ばされた妻が、階段から転がり落ちるなど、オズの作品としては、例外的な暴力表現の場面も登場する。 このシーンでは、オズ作品で唯一スタントが使われており、本作で編集を担当した、浜村義康の回想によれば、オズはこの部分のフィルムを輪にして、映写機にかけ、繰り返し見ていた。フィルムが熱くなって、燃えそうになり、映写技師が止めるまで、15回ほども見ていたという、東京の下町の一角にある家、戸籍調査にやってきた警官が、 曲がり人の甘宮時子、そして戦争から帰還してこないままの時子の夫、周一のことを確認して帰っていく。時子はこの日、一人息子の子を連れて、親友の秋子のアパートへ行っていた。手持ちの着物を金に変えてもらうためである。時子は、ミシンの内職の仕事をしているが、物資工の中それだけでは、生活が苦しいため、着物を売ってしのいでいるのだ。 しかし、これが売りに出せる最後の着物だという。秋子は、闇商売をしている隣人、オリエの元に預かった着物を持ち込むが、オリエは、時子は綺麗だから、その気になれば楽に稼げるのにと言って、秋子を不愉快にさせた。時子が帰宅すると、広氏は高熱を出していた。家主の彦さん、常夫妻の勧めで病院に連れて行くと、医師は、大腸カタルだという。 秋子のアパートからの帰り道に食べさせたあんこ玉が原因に違いなかった。翌朝になって、広志の容体は持ち直したが、看護婦から入院費の支払いを求められ、蓄えのない時子は、再び暗澹た,たる気分になった。翌日、秋子が時子の元を訪ねてきた。時子がオリエの紹介で曖昧宿に行き、体を打ったことを、オリエ本人から聞いてきた秋子は、 なぜ親友である自分に最初に相談しなかったのかと、非難する。時子は、秋子の暮らしぶりも大変なことを知っていたので、甘えられなかったと答えることしかできなかった。やがて全開した広ロは退院するが、時子は、自分のした行為に、後悔の念を感じるのだった。数週間後、秋子と荒川土手に遊びに出かけた、時子、広ロが帰宅すると、 周一が戻ってきていた。4年ぶりとなる再会を喜び合う夫婦だったが、その夜、広志の成長ぶりの話になり、自分の留守中に病気などしなかったかと聞く周一に、時子は、大腸カタルでの入院のことを話してしまう。費用を、どう苦面したかと、さらに問う周一に、時子は答えられず、泣き出した。周一の帰還を知って、再び訪ねてきた秋子は、 広ロの入院のことは周一には言わない方がいいと忠告する。しかし、隠し立てのできない時子は何もかも周一に打ち明けてしまっていた後だった。その周一は就職活動のため旧友の佐竹のもとを訪れ、様子がおかしいことを佐竹に指摘されるが、何も答えられない。帰宅した周一は時子に対して機嫌の治らないまま、 ことの詳細についてや継ぎ早に質問を浴びせた。時子は、その宿は、月島にあること、小学校の裏で、桜井という看板が出ていたことなどを話すが、確信については黙ったままであった。苛立った周一は外へ飛び出していった。翌日、周一は、月島の桜井へで向き、応対した女将から時子のことを聞き出した。 部屋に呼んだ若い女と話すうち母と兄が戦争で死に老いた父と学生の弟を自分が養っているということを聞いた修一は女に金だけ渡して外へ出た追いかけてきた女に修一は仕事を探してやるから仇になるようにと言い聞かせる再び佐竹を訪ねた修一は女の勤め口の世話を頼む一方 時子の一件で不安定な気分になっていることを話した。その女のことは許せて、奥さんのことは許せないのはおかしいと悟すさたけに、周一は仕方のなかったことだとはわかっているが、気持ちが落ち着いてくれないと答える。気分の晴れないまま帰宅した周一を出迎えた時子は、再度自分の過ちを浴びる。部屋を出ようとする周一は、 取りすがる時子を振り払おうとしたはずみで、突き飛ばしてしまい、時子は、階段から、真っ逆さまに転がり落ちる。倒れたまま動かない時子に驚いて声をかける周一。ようやく気がついて、足を引きずりながら、部屋に戻った時子に、周一は泣いてわびながら、過ぎたことは忘れて二人でやり直そうと言い、二人は固く、抱き合って和解するのだった。 公開後の評判はかんばしくなく、オズが自流に迎合した一作として批判され、一般には失敗作とみなされている。脚本の斎藤は、後年のインタビューで、戦争が悪いと明らさまに言うのではなく、敗戦の世相のようなものをちょっと入れたいなと感じていた。そこを、もう少し突っ込んでもらいたかったという内容の発言を、している。小津も、作品というものには、 必ず失敗作があるね。それが、自分にプラスする失敗ならいいんだ。しかし、この、メス系はあまりいい失敗作ではなかったねと後に語り、納得のゆく作品ではないことを自ら認めている。脚本家の野田公吾は本作について、現象的な世相を扱っている点やその扱い方が、僕には同感できなかったと述べた。この批判を受け入れたオズは、 もっと別の世界を描こうと、野田と共に次回作、晩春の脚本を手掛けることとなる。小津の監督作品としては失敗作とされていることについて、映画評論家の佐藤忠夫は、戦時中に戦意公用映画を作っていた映画人たちが、終戦後に一転して民主主義系盲映画を作り出したことや、敗戦の苦しみと未来への希望を描くありきたりの、 戦後風俗映画が当時は多かったことを挙げ、そういった状況に触傷していた、批評家たちが本作をもそうした作品の一つに分類してしまったことが原因と分析している。その上で、佐藤は本作について、敗戦によって日本人が失ったものを描き出している作品と捉え、その失われたものとは、 単に一人の主婦の肉体的な低層だけでなく、すべての日本人の精神的な純潔性そのもので、あるとし、若い娼婦が、隅田川沿いの空き地で弁当を食べるシーンを引いて、敗戦で、日本人は、娼婦のごとき者となった。しかし、それでも、空き地で弁当を食べる素朴さは、保持しようではないかというのが、本作に込められたメッセージであると述べている。 これと同様の分析として、アメリカの作家、批評家であるジョーン・メレンは、夫婦の子供の名前がヒロであることを挙げ、この名前が天皇から取られたのは偶然ではないとした上で、彼女は日本人の生活の優れた点を守るために身を売ったのである。オズは日本人に向かって優れた点、つまり占領によって汚されることのないと彼が信じる。 日本人の生活の貴重なものを守るために、新しい社会を受け入れるべきだと語っていると書いている。また、フランスの映画評論家、映画プロデューサーのユベール・ニオグレは、前述のように本格的に、野田との脚本コンビを組むきっかけとなった作品であることに着目し、戦後日本の道徳的雰囲気についての最も素晴らしい要約の一つであり、オズ作品の中で、 戦争の時代を締めくくり、今日最も知られた、後期作品に先立つ展開点としての作品でもある、とと評価した。登場人物の造形に関しては、夫が妻を突き飛ばした後に後悔を見せるところに、日中戦争に従軍した、オズ自身の兵士としての罪の意識が反映されているのではないかと、佐藤は考察している。 さらに、妻が一度だけ犯した不定を許せない夫が思い悩むという点は、オズが敬愛していた、志が直也の暗夜航路と共通するという指摘もされているが、オズ自身は似て、非なるものと述べている。ありがとうございます。